みなさんこんこにちはドミニグルセです30年間で頑張っていろんな思い出あって全部結局それはね火事の方全部なくなりました5月の24日はうちのカヌレの工場は全部燃えたですまあ大変な火事だったで私の工場も全滅。 もう何も残っていませんあ,あ,あんまり行いたくなかったねここは事務所だったですそう、事務所だったですここは元々は座料の冷蔵庫だったです これは当時で二十五年前ぐらいのパッケージでフィルムをかけるの機械です。もちろんカヌレとかいろいろあったけど、ここでも私の宝物をいっぱい入ってたです。これカヌレの型です。これ銅です。もともと一万五千個のほの型に入ってたです。 ここから焼くの部屋ですね実際これおブンで3台ででこれは絞り器ですだからここでまあレで絞っておぶに焼いてでそっちの部屋の包装 だったです。これはカヌレの方です。方ですこれも完全に火の近いだからもう完全に溶けてます。カヌレに関係ないけどこういうこれ正直はこれはエファのケタリンとかも使ってた道具です。これもしかしたらこれはセナとかポロストとか。 いろんな人の食べたのだから辛いですよ。<laughs> 気持ちは重いですよ <laughs>。本当に鈴鹿サーキットに何を使ってた道具は全部ここでストックしてたです。チョコレートの方です。<laughs> これよく僕ね鈴鹿サーキットに1987年の時から持ってた方です。<laughs> そうこれは何実際は買えないです。買えないし。 でこれは f p a の人とかそういうレース関係の人も全部これもう全部これ使ってたです。火災あった日は人生の中で忘れないです。<laughs> 忘れないとか火災もちろん忘れるものじゃないですけど気持ちもう本当にあ人生でそれで終わりかなと思ったんです。確かに本当にな人生終わり思ったけどやっぱりあとはね。 自分はよし頑張るかなと思ったです、うん、でも頑張るはね言葉は簡単ですけど実際今日はこれ見てたら正直はね今日初めても戻ってるんです私そうです,、ね、そうです。えー、まあ人間はそんなもんかなでもね私は結局やっぱり多分見たくなかったですよ、うん。<laughs> 気持ちとしては見たくなかったね。これ見るで どういうインパクトになるかな <laughs>。まあいろいろ考えたけど、まずはやっぱりそのカヌレのほのどんなできる早くそういう何の作れるのほうはやっぱり考えてます。で、それで今はね、あのショーロットの方しかないだからやってるけど、まあやっぱりね、あのゴムリであるですやっぱりちょっとあのそれ以上は作るだったらやっぱりちょっと頑張らないはいけないで。 でそれはやっぱりストリアで頑張れないですからねでまあまあ一応は、ね、その日は辞めると思ってたんです辞めるとかねもう私の人生終わりだなと思ったんですよもうこの気持ちでガーッと来たんですよ <laughs> <laughs> ああ早く次のページは行きたいなと思ってますもうできないと思ったんですけどやっぱり私のためだけじゃない取引先を信頼した人 いろんないろんな意味の方にもうふかすしかないや,やるしかないですそれですごい何本当にアデレナリンはいっぱいになってますとにかくはもう頑張ってうちのカノレ自信がますありますと惜しかったけどさらのの気持ち伝えるは作りますとにかくは生まれ変わりのカノレでおかしいですけどもう何真似はできないのかのりは作ります。 もともとねフレンチブルーミーティングはもう本当に30年間で付き合いにしてるですごい雨すごい降ったし大変の日やりましたしでもねやっぱりお客さんの方はすごいついてたし私に対してはバカンスです1年間しか1回しか会えない人多いですよそこねまだ来年会いましょうね本当にぜひフレンチブルーミーティングの方にもう一回復活して一昨年までは情勢だけ 何を何をと子どもだけ配ってたね今年頑張ります全員の人で配るつもりですその辺の方はちゃんとしたのをドミニクさんの彼女はみんなさんね一人も寂しいじゃないみんなさんの彼女一個一つ配る、まあ、その辺の方の約束しますでもやっぱり皆さんその時はやっぱり皆様さんの応援してほしいだなのでそういう言葉の方はえー 私は僕の日本語だけだからできないかもしれないとにかくは皆さんは本当に助けてください私はでできるるまで頑張る助けてください。